を上げてますね。で、スーマーを、はい、こんな感じで結構ね、バランス感覚にも優れた動物ですね。お、ろ、はい、こうやってね、あの足を上げさせたりとかね、鼻を上げさせたりとかすると、ちょっと一見すると芸をさせてるようにも見えるかもしれませんが、これ別にね、芸をさせるためにやってるわけではないんですね。この時は体調管理をするためにですね、まあ動きとかを見るためにこういったことやる。まあどういったことかと言いますとですね、まあ両足ついてるところで片足だけ上げると、片足だけに体重かかりますよね。その時にこの足が痛がってないかとか、そういうのを見たり、あとはまあね、鼻を上げ出したりとかするのもですね、こうやって鼻を上げることによって口の中が見えたりとか、あとですね、爪の周りの甘皮がかぶってるやつをカットしたりとかするんですね。そういった時にその刃物とかに鼻がいかないように鼻を上げ出したりとか、あお、あ、はい、ちなみにこの号令なんですけどね、フジちゃんが当園にやってきた今から18年前なんですが、野生の状態で鼻を刺されたものを当園に連れてまいりましたので、もちろん最初はね、号令なんか知りましたので、丁寧に食べてくれる賢くて可愛いやつですね。鼻をグーッと開けるとね、ちょっと目が